ら知る。ほら美味しそう、ほら、ほら、いいね、いい感じだね。ご飯に合うねこれ。はい、皆さんこんにちは。日本橋ゆかり三代目野永喜美夫です。今日はですね、皆さん大好きな角煮なんですけど、手間いらずですね。普通圧力鍋とか使う人いますけど、今日はねフライパンだけでコト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 とね、豚の角煮をね作っていきたいと思います。はい、まずはね、美味しいお水どこさんでもいいです。今日はね1400めんつゆですね。今日はね3倍濃縮です。100かな。はい、あとはねお砂糖大さじ2、あとはねお好みですけど桜味噌、赤味噌系ですね、 20g、この味噌がなかったら普通のね味噌汁の味噌でもいいです。やっぱね味噌を入れるのが味噌なんですね。これを入れないと味は締まらないんですよ。でなぜ今日赤味噌かっていうと、赤味噌系だとこう酸味が強いんですね。なのでこの酸味がすごく食欲も味を締めてくれます。今日のねお肉、はい、角煮用のねお肉、こうブロックですね、もしあったらこう今日で皮付きです。これだいたい 500g から 700g ぐらい、ちょっとアバウトで大丈夫です。ぴったちじゃなくて大丈夫です。でごぼうがだいたい1本、100g ぐらいかな。あとはゆで卵、これおすすめです。肉まってねすごく美味しいんでね、クラシルのアプリで野永を検索してください。まずポイントです。はい、いつも通りね冷たいフライパン、ここにですね豚の皮をね、下ですよ、油とか引かなくて大丈夫です。皮下にして、まず、はい、火つけます。火加減中火です。ゆっくりとこの無駄な油、まるで俺の腹ですよね、本当にね。普通角煮作る方ね、湯がいて無駄な油を抜くって言いますけど、湯がくとどうなります？漏れなく肉の旨味が溶け出てしまいます。だから赤身がカツカツになっちゃうんですね。なので今日は、ゆっくりゆっくり熱して無駄な油を出します。でそこで、よくある方はねキッチンペーパーかなんかで拭き取って捨てちゃいますけど、僕は捨てません。何をするかと、なんかちょっとね耐熱容器かなんか用意しておいて、でこの無駄な油というのは無駄じゃないんですね。溶け出た油を、溜めとくと、初めはもちろんね溶けてるんで透明ですけど、冷めたら真っ白になります。ということは売ってるラードと一緒です。炒め野菜とかに使うとねすごく美味しいです。あとよくラーメン上にギタギタの油、全部ラードですね。で火加減、はい、見てください、このぐらいです。もういつも通り中火です。真下だけ当ててください。でねパチ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 音がしますんで、ほらだんだん湯気が出てきた、はい、パチ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 、これで、ね、ゆっくりゆっくり焼く。ほら油がほら出てきた、出てきた、油が出てきましたよ。油のある層のとこだけですよ。まず一番最初のねこの準備がすごくね大切です。熱いとこに入れるとねくっついちゃいますからね、必ず冷たいとこからゆっくりゆっくり。料理ってね五感ですね。レシピもすごく大切なんですけど、ほらパチ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 って音してましたよね。そうしたらちょっと焦げてる音なんですね。ちょっと見てみましょうか。ほら美味しそう、ほら美味しそうな色ですね。で身の方はこう転がすぐらいで、こうやってほんとちょっとね色目がつくぐらいで十分です。周りをねコロコロと転がすとねこう焼き固まるんですね。肉汁を閉じ込めてくれますんでね、これは基本ですね。角煮のすごく簡単で効率がいいですね。日本料理の基本のね煮含めるですね。薄い出汁からぐーっと気がついたらもう汁がなくなるぐらいまで、ほらほら見てください、こんな透明なラードが出てきましたね。これを普通ねみんなキッチンペーパーで取って捨てましょうと言いますけど、捨てないでこういうね容器を用意して、ほら油が出てきた、美味しいこの、ね、ラードを捨てずに取っとく、これがポイントですね今日の。はい、こんな感じですね。やっぱね美味しそうな色香りがねすごく大切です。このぐらいまでね焼き上がりましたら、豚をねちょっとカットしていきます。はい、だいたい 1.5 センチぐらいの幅かな、このぐらいの幅でね、お皮目北京ダックみたいにパリパリで、なるべくね角煮ですけど、あんまり熱いとやっぱし今日圧力鍋使ってませんから、なかなかね柔らかくならないので、今日のイメージは僕このぐらいですね。中はまだ生です。まずはここが下準備です。ここにですね一度火消してます。赤味噌または桜味噌系ですね。はい、お砂糖 30g、 ちゃんと綺麗に落とさないとダメですね。はい、めんつゆ今日3倍濃縮です。はい、100、そうしたらお水です。全部で1400、こう混ぜながら、あ
あとでね、沸くときにどうせ溶けますんでね、こんなシャバシャバなみなみで、今からね、具が入っていくとね、本当にひたひたまでいきます。そしたらね、豚肉です。先ほどの豚肉を入れちゃいます。まだ冷たい、ね、お出汁です。はい、そうしてましたら、はい、ゆで卵を入れます。別に私2つ食べたい方はね、8個入れてください。でごぼうです。お肉切ったまな板でね、野菜切るとねいけないっていう方いますんで、そうしましたね、ごぼう今日 100g ぐらい、だいたいこのぐらいですね、大きさ回していきます。乱切りです。いつも言いますけどね、一口サイズ一寸ぐらいですね、食べやすい大きさです。よいしょ。はい、で乱切りしたらもうさらさなくていいです。冷たい合わせ調味料が入ったフライパンに入れていきます。まだ火つけてダメですよ。火つける前にね、はい、まず真ん中に穴開けますね。まだ火のついてないフライパンの上に落とします。落としたら折っていきます。角角を内側に折ってください。落とし蓋のね代わりにもなりますし、アクがね吸着します。なので一石ね三鳥。火はーい、沸くまで中火、だいたいこれで10分ぐらいかかるかな。もし沸いて、あ、なんかポコポコ吹きこぼれそうだなと思うと、もうちょっと弱めていただいて、だいたいね1時間。なぜこんなに今日はシャバシャバかというと、さっきも言いましたけど、豚の角煮普通は湯がいてね、無駄な油を抜くって言いますけど、赤身がかすついちゃうので、合わせ調味料と一緒に同化させるんですね。そうすると油も抜けますけど、旨味も抜ける。でもそれがだん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 濃縮した美味しいソースに変身するので、皆さんがよく知ってる豚の角煮の味になります。で、あともう一つはね、ごぼうとね、今日は味噌ですね。ごぼうのね、この土臭さ、独特のね根菜の香りがすごくお肉との相性がいいですね。あと赤味噌ですね、豚の匂いをうまく消してくれます。あと仕上がった時の色合いが全然違います。わざわざそんなのねえよって言うんだったら、僕のおすすめね、甜麺醤、あれをね同じような今日分量を入れていただいても美味しくできます。と言ってる間にほら、ポコ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 、こう少し見てください、アクなんですね、これが。だから旨味が溶け出てる証拠なんです。頬のこの辺の油もね、ちょっと溶け出てほしいですよね、本当に。今日はね、実はね、やることこれしかないんですよイメージはですね、ぐーっと煮詰まって半分ぐらいになるのがだいたい40分ぐらいかかるかな。沸いてくると分かりますけどね、ここからポコポコポコと膨らんで、勝手にお出汁が回流して均等に炊き上がります。だそういうのを理解してすごく効率よく、だから今日のテーマはね、手間いらず。もう確認ってすごくつくのね、ほんと大変です。それからうちのお店に食べに来てくださいのが早いです。やっぱり、ね、砂糖じゃないんですよ。ここだけ言いますね、黒砂糖が入ってるんですよ。やっぱなぜ黒砂糖を使うかというのは、味に深みが出てきます、コクが出てきます。これ雑味なんですよね、いろんな複雑な味がすることによって美味しさが増します。見てください、まだ全然、やっと沸いただけです。触ればこの硬いですね。これでコト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 って煮るとどのぐらいまで煮詰めるか、半分ぐらいです。用意してきました。ポコポコポコって沸いてる時に、なんかこの辺危ないですよね。じゃあこういう時はもうちょっと火をね、気持ち弱めます。吹きこぼれない程度でこうやってコト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 、もう沸いたんで味見して大丈夫ですよ。このぐらいで、ほら色も見てください、こんなに薄いで、半分まで煮詰めるとどのぐらいかっていうと、こんな感じ、これ全然違うでしょ。でこれがね、もっと詰めるとどのぐらいになっていくか、ちょっとね用意しておきましたんで、ちょっとチェンジします。こんだけ煮詰まってます。豚のね油、ラードがちょっと浮いてますけど、でもこんなに煮込んでもね、これしか浮いてませんからね、ある程度油が入ってた方がね美味しく感じますんでね、まろやかに。でもう一度温めて、ラードが溶けたら絞ります。また倍まで煮詰まってますよね、はい、色も違いますよね。あー薄いなーと思ってね、足す方いますけど、足すんじゃなくて待って煮詰める。はーい、ほーら、火入れをしながら無駄な油を抜いて美味しいお出汁に変身する。今からもっとぐーっと詰めていきますよ。まず沸くまで10分、その後40分になったらだいたいこのぐらいまで煮詰まりますね。でここまで仕上げるのにだいたい合計で1時間ぐらいでしょうね。見てください、ごぼうの色の違い、途中のやつとほぼ完成の前、こんな色が違います。混ぜるのではなくて傾けてかける。はい、いかな、このぐらいでなったら味見しましょうか。うん、ご飯に合うねこれ。何度も言いますけど、五感ですよね。美味しそうな色ですよね、もう見るからに。多分皆さんにはこの香りが届かないと思いますけど、僕らとねスタッフにはもう完成させて飯くれよみたいなね、少々お待ちくださいほーら、いいね、いい感じだね。
このぐらいになったら完成ですね。はい、じゃあね、早速盛り付けていきます。このままね、ゴロゴロゴロって入れてもいいと思うんです。せっかくなんで、ちょっと卵をスー切るとほらね、色綺麗なんで。はい、じゃあ盛っていきます。あと卵をちょっと散らして最後に、ある程度盛り付けしましたら、つゆをもう一回温めまして、はい、このね、お出汁がね、美味しいんで、これに絡めてね、ぜひともね、豚の角煮の完成ですね。フライパンで作りましたね、手間いらずの簡単な角煮です。皆さんね、ぜひともチャレンジしてみてください。いかがでしたか？よかったらね、こういうレシピもやってほしいということをね、皆さんコメントしてください。待ってます。じゃ早速食べていきます。ほら見てください、お肉ふわーっと柔らかく、すぐポロッとね、剥がれますよね。赤身の方、うん、しっとり。いただきます。うん、最初に、ね、油の方をね、ちょっと焦げ目がつくぐらいまで焼いてますから、程よいね、この焦げた香り、いい仕事してますね。やっぱこれが全然油っこさを感じないですね。焼いて本当に煮含めるだけで、うまいことね、いろんなごぼうの香り、味噌の香りが同化して美味しい。うん、これはね、白ご飯にお肉のっけて、ごぼうのっけて、卵のっけて、お出汁をねかけて、ぐわーっと食べたくなりますよ。最初の映像もう一回見てください。あんなシャバシャバだったのはぐーっとほとんどねなくなるぐらいまで炊くだけで、こんな簡単にできますんでね、美味しかったってお待ちしてます。